アストンビラ戦でプレミアリーグデビューとなった橋岡大樹に対する海外勢の正直な評価がこちら。ルートンの DF 橋岡大樹24はホームのアストンビラ戦に0-2の後半8分から途中出場し、プレミアリーグデビューを果たした。チームはその後に2点を返して同点に追いついたものの、試合終了間際に勝ち越し点を許して2-3で敗れた。背番号27の橋岡は左 DF で出場。後半28分には鋭い出足で相手からボールを奪うなど積極的なプレーを見せた。橋岡は今後ベストポジションでプレーするはずだ。それでも今日は彼は良いプレーをした。橋岡はとても落ち着いた表情をしていた。これによりアルフィーは本来のポジションでプレーできるようになり、幅とペースが生まれ、後半の展開が変わったかに見えた。橋岡が交代してから2点入ったのも納得できるプレーでした。橋岡大樹は後半、慣れない LCB の役割でルートンにとって非常に印象的な活躍を見せた。素晴らしい冷静さと試合の流れを読み、ラウティに再び前進する自由を与えた。彼は今後より快適にプレーするようになるでしょう。彼がこのチームでもっと経験を積むことを願っている。おすすめ動画は概要欄から。